どうも、キスケです。ということで、PVP 回りながらおしゃべりしていこうかなと思います。まあ、セルからいきますか。まあ、今回何喋っていくのかっていうと、まあ、やっぱ、フリーザキャンペーン。フリーザキャンペーンじゃないか。まあ、フリーザ編の、まあ、キャンペーンが今やっとると。で、それの、まあ、最後のお目当てキャラクターっすよね。まあ、次のゆるレジで、発表するキャラクターっていうのは、おそらくギニュー特戦隊だと思うんですよね。なので、なんていうの。まあ、直接悟空とかフリーザとかは、まあ、関わってこないとは思うんですけど、やっぱね、俺フリーザキャンペーンの最後は、さすがに、フリーザで締めくくってほしい。さすがにね。OK。消えろ。ナイス。はい。キャラチェン結構するな。まあ、ブー編のキャンペーンが魔人ブーで終わったっていうところを見ると、さすがにフリーザで終わらせてくれるんじゃないかなとは思うんですけど、あ、終わっちゃった。あざした。これでは完全体の試しセにリフも長いならよね。ん。さあ、マッチングしましたということでやっていきましょう。いやー、俺フリーザー来たらマジで昇天するな。 あ、ベジットブルーもね、すげえ熱かったけど、まあ俺ゴジータよりベジット派なんで、めちゃくちゃ熱かったけど、やっぱフリーザなんだよな。まあ一番はベジータやけど、まあ何色で来るかとかもね、ちょっと気になるよね。まあその何色で来るかみたいな、そういう予想は正直、そのギニュー特戦隊のキャラクターが、まあ何色で来るかっていうところもちょっと気になるんだよな。ナイス。タックキャラクターやから、ギニュー特戦隊の、まあジース、バーター、まあリクーム、グルド、まあその辺のキャラクターは映像を見た感じだとタックキャラクターで来るんで、まあなんかあんまり、なんか色関係ねえのかなっていう そういうのも予想しちゃうんですけど、おお、倒せる。強くね。はい。ただね、俺はね、ちょっと頑張ってほしいな。俺、ギニュー特戦隊とかかなり好きやからさ、やっぱ、敵キャラクター好きなんで、キャラ調整頑張ってほしいよね。まあなんか、ガンマ1号とかさ、そこまでしろとは言わないっすよ。ガンマ1号2号みたいな、ぶっ壊れキャラクターみたいなにしろとは言わへんけど、ちょっと頑張ってほしいなって思うんだよな。本当にベジットブルーの環境だけど、ギニュー特戦隊で戦えるみたいな。なんかそういう調整してほしいよね。あざした。やるじゃねえか。結構楽しめたぜ。まあどうなるかは、月曜日のゆるレジがね、あるんでね。まあそれをちょっと待ちたいなとは思うんですけど。いや、楽しみだな、マジで。なんか、久々かも。なんかそういうイベントでワクワクしたの。正直俺ブー編でワクワクしなかったんだよな。言っちゃ悪いけど。なんか強大な敵キャンペーン以来かな、ワクワクしたん。つまらん戦いだけがする。すげえ楽しみなんだよな。ナイス。消え去れ。ナイス。いいよ。このまま殴っちゃおうかな。セルで。このセルもね、マジで普通に強いんで、なんかいい調整はしたなっていう感じはするんやけど、来ないか。OK。はい。いや、俺は期待してるよ。で、どうする？もしかしたらさ、その なんか、イベントとかじゃないよね。バータジースとか 違うよね。大丈夫やんな。信用していいっすよね。さすがに違うとは思いたいんやけど。この人全然見てこないんだよな。OK。グハ。
まあでもどんな性能だったら強いんやろな。だシンプルにやっぱタックチェンジ使うと特殊カバチェン無効はつけてほしいよね。それはマストやんな、マジで。それだけはマジでマストだと思うんだよな、特殊カバチェン無効はね。確実に必要だと思いますよ、マジで。おお、ラッキー。うらー、オッケー。さて、まずい。いやー、ユニークゲージ満タンなってないんやけど、まさかフリ属性で出てくる。撃っちまうか。これ射撃アーツ撃っちゃうとフリ属性無効になっちゃうんで、多分こっちの方がダメージ入るよね。いける、強すぎ、気力ゼロ。いや、俺フリーザブルーとかで出してほしいけど、悟空フリーザがさブルーやからさ、フリーザだ、そこかな、ちょっと正直違うと思うんだよな。対戦ありがとうございました。それが俺たち人間だ。さあ、マッチングしました。対戦やっていきましょう。まあ上3体でいいかな。いや、俺はマジでワクワクしてるよ。もう映像を見た感じだとリクーム、ジース、グルド、バータ、全部新規モーションなんで、その4体の新キャラ、まあ、タッグキャラクターやったら2体とか3体とかになってくると思うんやけど、それはもう確定してるわけなんで、いや、ギニュー特戦隊で PVP 回れる日が来るとは。懐かしいよな、マジで。エクストリームのギニュー特戦隊、まあまあ強かった時代あるんやけど、まあ、それでも一瞬で終わったし、マジで楽しみだなと思うんだよな。それはさ、良くないよね、マジで。ナンセンスです。オッケー。はい。しかも、ジース・バーター、で、リクーム・グルド、その辺が、タッグキャラクターやったらね、ギニューをお目当てのキャラクターに採用して、で、なんか5体選出みたいな、タッグキャラクター2体とギニューみたいな、そういう動きも、まあ、ワンチャンできるって考えると結構胸熱なんだよな。これで終わりだ、消えろ。はい、これでバニシングを回復していく。強すぎ、あー、ミスった、ラッキー。オッケー。さあ、残り2体、まあ、やっぱそういうパーティーの締めはやっぱフリーザはいるよね。うん、絶対いると思うな。あー、ダメか。俺はマジで、いや、でもさ、そう考えるとさ、なんていうの、フリーザ軍ばっかじゃね。俺も最後のウルトラレアリティキャラクターはフリーザだと信じてやまないんで、っていうのを考えるとマジフリーザばっかなんだよな。で、悟空とかベジータとか全然出てこないっていう、残念。うーん、はい、まあそれはそれでありかなと思うやけどな。一応海洋拳悟空は全開覚醒したんで、まあそれでなんとかお茶を濁してもらって、うん、で、あとはウルトラリアリティの覚醒とかね、その辺が結構楽しみだなとは思うんだよな。めっちゃ見てくるね。さあ、体力半分以下になっていく。オッケー。あれ、バニシングないよね、君。危な、引っかかるところやった。あ、ライジングカウンター消えた。じゃあライジングで、あざっす。
まあ、なんか強大な敵キャンペーンに近しいものになっちゃうけど俺の好みのキャラクターを実装してしまうとそうなってしまうけど、まあ、それはそれで一興なんじゃないか。でウルトラフリーザはウルトラブーみたく環境をぶっ壊すレベルでちょっと実装してほしいな。まず特殊カバチェ無効はマスト。でフリ属性無効もマストマジでマスト。俺が守ってみせる。ああ美味しいや。これは特殊圧使うか。消えろ。はい、もうその2つつけてくれたらもうある程度のキャラクターは強くなると思うんで、それはそれでいいと思うんだよな。特殊カバチェン無効とフリ属性無効、あと泥足2段階であと踏ん張りそれぐらいふんだんにつけてブルー属性で実装してほしいベジットブルーを終わらせし存在になってほしいなとは個人的に思いますね。はい、人間の力だ。ズバー、偽物め。ジャケットの色が違う。対戦ありがとうございました。みんな